さあやっていきましょう。今回は三上テル使います。これで確実に死の裁きを下せる。削除ということなんですけどね、まあ、こいつの代名詞削除という言葉があるんですが、まあ、この三上テルにね、私結構一時期憧れを持ってて、なんか中学時代にね、三上テルの真似でなんか削除削除と言ってた時期があったんですよ。はい、恥ずかしいエピソード終わり。なんで恥ずかしいエピソードいきなり暴露したのって話なんですけど、さっきね、あのヒアソフィアのね、あのあなたの恥ずかしいエピソードも調べますからっていうあのセリフがありますけど、実はヒアソフィアね、恥ノートというノートを持ってるんですが、それに私の名前が書かれてしまいましたというどうでもいい茶番は終わりにして性能見ていきましょう。スキル、特攻スキルです。攻撃力アップ、ターン開始時盤面に自分のマゴマが1枚もない時に発動で通常攻撃2倍、まあ、コンボスキルが相手リーダーがマゴマの時に通常攻撃2倍ということでね、両方ね2倍なんですね。まあ、自分のマゴマが盤面になければ2倍ということで、結構ね、まあ、お手軽火力出せますよね。でコンボスキルも相手がねマゴマだったらね、まあ、常に2倍を出せるということで相当強いですねこいつはね。で HP も結構高いし、アタックも1600あるということでね、相当火力はね見込めそうですね。で今回なんですけど、あの神探偽装ですね、神探だと相手に思わせて実は三上テルが1枚入っているという構築となっております。ではやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。乱量リーダーですね。 HP チェック、この HP、神ではなさそうですねさあやっていきましょう。手駒悪くないね。2手目ソーディアン、やっぱソーディアンはね、ほんともう有能中の有能なんですよね。うちの軍のねジェバンニですから。さあソーディアンが2ターンでやってくれましたと。2ターン目で配置することによって、まあ、相手の乱量の機能をね停止させることができますからね、まあ、停止とまではいかないけど、まあまあまあ停止に近いぐらいね削ってくれますからね、アタックをね。素晴らしい。さあ姫、懐かしい駒、序盤でねすごくお世話になりましたね。サホ姫は、まあ、ソーディアン配置して手駒事故ってるのかな。 B 駒入ってるってことは S 多めの可能性もあるよね。気をつけていこう。2手目大事よ。2手目何来る。風化、なるほど、まあ、2枚返しで発動するってことか。でもなんか回復スキルちょいちょい見えてるな。まあ、ちょっと怪しいけど気をつけていきましょうか。まずはここで宿儀で削って、で相手魔強化を置いてきた場合ね、まあこの風化のコンボスキル回復だしそんなに脅威ではないので、次のターン2枚返し E3 狙っていくっていう方法でもいいですね。ただここで平行打ちしてくる可能性なかったぜ。ランリーダーの回復パーティーってところか。なかなか珍しいな。それ今度やってみようかな、動画で。さあ来い。マックスか、マックスか、まあいいかな、マックス使わなくて。やっぱちょっとでも相手回復スキルね、こんだけ使ってきてるとはいえ、やっぱ怖いからね、一応乱量リーダーですからね、このマックスを握っておいて、そうだな、この先進行していくと D1 あたりにイスクード置ければいいかな。イスクードって名前で合ってるよね。なんかね、イスクードって名前がね、記憶できないんですよね、うまくね。なんでかわかんないけど。さあどうする？コモスキル使えるよ、風化の。ただそこ風化のコモスキル、使ってきた、本当に。いいの？コンボ確定ライン作れるよ。 OKOK 来い。アルベルダー、どうしようかな。微妙だけども、いや、イスクード使おう。民たちは私が聖なる決意。 OKOKOK 相手さすがに回復パーティーとだけあってね、シールドも入ってるし、ちょっとなかなか削れないなうまく削れないな。イスクードコンボをこれ次使えるようになったとしても、 B3 あたりに相手が置いたとしてね、三上引いても厳しいところがある。ここでいきなりアクセントが強まりましたね。強いな、それは。来い。 OK、 メルノガイス。さあ小林の守備をなめるなよ。どうしようかな。小林を配置するかマックスを配置するか、まあ、マックスワンチャンコンボ狙いで置きたいところもあるし、ここは小林でいきましょう。さあ小林の守備をなめるなよ。サドフル、相手がね D6 に来た場合ね、ちょっと小林ミスったから、ちょっとダメージ受けたいな、こっち正直言うと。まあ、次クリハビとか引いたらいいんだけど、 D6 に置いてきた場合、こっちが X 返したらイスクードとコンボ OK、 D6 来た、よしよし、コンボ2回使える、コンボ狙えぞ。さあ何いける、これ大事だな、この引き。くっ、いや、いいね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 、素晴らしい。いや、なんで今回ね、デッキにね、このリリアを入れてるかっていうと、リリアってさ、もう私のこれ仮説なんですけど、リリアってキラだと思うんですよね。
で何急に言い出すのって話ですけどね。いやほら手帳持ってるし、なんかその腹ペコっていうか、そのほらなんかリリアのさ、あのこのホストリリアじゃない方はさ、なんか禁断のつまみ食いって言ってるでしょ。禁断のつまみ食いですよ。それはあのつまみ食いが禁断なのではなく、何かしら禁断な、その禁断っていう行為をしているんですよ、リリアは。その行為っていうのが、まあ、その裁きであると、デスノートであるっていう風にね、私は仮説を立てたんですよね。ありえない話ではない。さあ三上来い。あーこれまあ次三上彦、うん、次三上彦、まあ、ちょっとここで三上使いたかったけどね。けどまあいいでしょう、いいでしょう。あのイスクードのコンボは繋がってるし、まあ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 、ここリリア返されたくないな。リリア返されたらね、これソーディアンのコンボね、使えないと思うんですよね。 HP 半分以下いかないと思うから。であればこれマックス出さなくてよかったかもしれないな。まあまあまあいいや。どうする、三上引きたい。オッケーオッケー、いいよいいよ。三上チャンス、三上チャンス、削除チャンス、削除チャンス、みんなで掴め、削除チャンス、削除チャンス、オッケー。三上よくやった。乱量僕の勝ちだ。削除、え届くよね、さすがに。ほーらよ、いい火力。大変ありがとうございました。三上よくやったって言ってますよ、これリーダーもね。はい、対戦よろしくお願いします。ムーニアリーダーですね。HP は？あ？これはもしかして、この HP もしかして相手のデッキ、神の可能性がありますね。やっていこう。なんかさっきの試合と同じような感じになりそうだな、これ。というのも、あの、2手目ソーディアン最強説を私はね、あの、今日から唱えていきたいよね。OK。よろしくお願いします。まあ、その、2手目ソーディアン打って、まあ、さっきと同じ展開だな。うん。先行ですからね。まあ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 、とりあえずね、2手目ソーディアン打って、まあ、3手目に何かしらお茶に濁せるキャラが欲しいな。うん。盾とか、まあ、宿儀とか、その辺のね、中継役が欲しい。おこの宿儀は調整してないですね。これワンチャンルキアで釣り、ああ、キョンカイ、ルキア入ってないわ。てか、キョンカイって。ああ、なんかダメだな。最近ほんと滑舌悪いんですよね。とりあえずソーディアンだな。さあ、リリアが来ました。ポテチ要員、リリア。どうしようかな。まあ、リリア配置してもよかったんですけど、やっぱ2手目ソーディアンのこの万能感がやばいんですよね。うん。万能でしょ、これ。それは強い。それは強い。どうしようかな。それ強いぞ。うわ、強いぞ、それ。いや、まあ、もう、どうしようかな、これ。悩ましいな、もう、ハピスト捨てよう。あんまハピスト捨てたくなかったけど、まあまあまあ、ソーディアン張ってるし、ここアンヘルの特殊ダメージを少し減らすっていう役割も一応持つからね。やっぱその、なんかリリアここで捨てるのはなんかかわいそうじゃん、リリアがね。うん。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ハーピスト全然役割持つじゃん。いいじゃん、いいじゃん。素晴らしい、素晴らしい。うん。いいじゃん、いいじゃん。すげえじゃん。オッケー。うん。で、次の展開だな。ほい。祝優。もう一旦早く引きたかった感じもしますが、まあいいでしょう。どうしようかな。まあ、正直なところを言うと、E3 に置きたいんですけど、置かない。なんで動かないかっていうとね、やっぱ動画の撮れ高的にね、同じような展開になってしまったらつまらないからね。こっちで行きましょうよ。その方が面白いじゃん。やっぱオセロにやって面白ってところをね、皆さんに見せていきたいんですよ。さあどう来る？アンヘルのコンボ D2 あたりに置いてくるのかな？ D2 ありえるよね、これね。うん。D2 の可能性がなきにしもあらくですね。いや、なきにしもあらくとか言ったら、なきにしもハルマン。全然なきにしも感がありませんけど、まあよしとしましょう。さあどうしようかな。来い。イスクードいいじゃん、いい引きじゃん。どうしようかな、まあ、とりあえずもうここはリリアでいいか。禁断のつまみ食い。さあ盾で防がれてしまうものの、私はポテチを食べながら相手をさばいていく。さあどうする、ワンチャンこれアンヘルこれのコンボで E1 とかに来る可能性もね、まああるんだけど、さすがにないか。ハヌマンのコンボで打点は取れないから、この場合 E1 は相手置きにくいはずだから、ここはまあ、おそらく B4 か D の5に来るはず。 D の5はぁ、あるは入ってたかってことは神タンじゃないのか。神じゃなかったか。私と同じようなデッキですね、これね。神タンだと思わせての神タンじゃないという神タン偽装でございますね。素晴らしい。そういうのね、流行らせていきましょうよ。さあさらにポテチの味がダブルコンソメ、ダブルコンソメになりましたね、これ。さあダブルコンソメ美味しい。うん、素晴らしい。うん、美味ですね、これはもう。
さあどうしようかな。次のターンでリリア配置していきたいなと思うんですけどね、イスクードのコンボの方が強いんですよね。ただイスクードは自傷してしまうので、その辺の折り合いをつけていきたいところ。さあどうしようかな。あー楽、来期にしても、あー楽。いやでもね、問題ないですよ。ここで角を取らないというね、そこはね、私的にはここはね、角を取る方がいいと思うんですけどね。まあどうしようかな、どっちを配置するかって話ですけど、けど相手、いや、アシュナリーしか S ゴマを使ってないからこそ怖いんですよね。イスクードで行こうか。OKOK。ただアンヘルが繋がってんだよな。まあ、ちょっとここイスクード出したのは結構勇気のイスクードですね、これね。勇気のイスクード。あー、オーラスキル引いたよ。あれ何？あれ何？何？パパ、パパ、あれ何？待って待って。勘弁してくださいよ。あんま強いの来ないでね。あんま強いの来ないでね。お願いしますよ。お母さん、それは強いな。まあまあまあ、いやでもまあいいわ。まあいい。いや、よくない。行って、ちょっと待ってくれ。来い。三上いつ引くの？いやでも、もうね、さっきと同じような展開で行かせてもらいますね。取れ高なんか気にしねえ。うん。取れ高なんか気にしてるようじゃねえ。もうこの先やっていけないんですよ。さ、デメ川陣とはね、逆の発想していきますよ。さ、どうする？これでとりあえずね、コンボ確定ラインを組んだ。ただ相手ね、オーラスキル発動してる。しかし、ここでアンヘルのコンボ、アラジンで消費してきたってことはね、あんまり強くもないんじゃないか。つうか、ジークフリートこれ使えないし、ローランとかアギラを警戒していくぐらいでいいんじゃないかな、ゼルエルとかね。うん。ビクトリア、エンデガー持ってのほかですからね、使えないのはね。あー、なるほど、ソディアでデバフをかけていく。さあ、あとは三上を引くだけですよ。三上。オッケーオッケー、よく引いた、オッケー。ソーディアンでデバフかけられてるとはいえね、しっかりそこはね、私のこのホッソリリア、カミがね、うまくね、バフをかけてくれましたからね。いけ、三上。三上、よくやった。削除！同じような展開ですが、お許しください。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。さすがにね、さすがに2試合とも同じようなラストっていうのはね、なんか見てて飽きると思うんで、今日はね、3本立てでいきます。なんか3本立てでいきますとか言っちゃったら、なんかサザエさんみたいですね。うん。さあ、来週のなんだマピエさんはマピエさんってなんだよ。そう、やっていこう。今回は高校だからね、さっきとは違う展開を見せていきたい。そして手駒が普通にいいですね。そして多分ね、これね、訪れしてますよ。行きますよ。これね、相手が置いたらね、なんか音ずれてるからね、みんなで耳を澄まして訪れをね、聞いてみてください。はい、この通り。カット。はい、カットしてきました。さあ、初手どうしようかな。アルベルデでいいや。うん、アルベルダ打って、相手これ神タンかな、どうかな、わかんない。もしかしたらさっきみたいに、まあ、竜も1枚2枚入ってるかもしれない。あらー、2手目ソーディアン、殿下の宝刀2手目ソーディアンを相手に使われる日が来るとは、なんということだ。まあまあまあ、使われる日が来るとはっていうかね、なんか使われてはいるけども、まあ、とりあえずここは張り込み中ですが、ちょっとね、裁きをさせていただきます。さあ、相手がソーディアンを打つ中、私は500円のポテチを食べる。コンソメ味、超プレミアのね、超プレミアの、超プレミアのコンソメ味のポテチを食べていく。ああ、こいつ、あいつじゃん。1の、あ、かわいい。初めて見た。使われるところ。初めて使われた。かわいい。まあ。ここはまあ、アラジンでいいかな。うん。ちょっと怖いのが2枚返しされるところだよね。これ2枚返しされちゃったらね、結構やばい。X 来たらまだいける。X 来てほしいな。X がいいな。どう来るの？さあ、どうする？いや、そっち？ X がいいなとは言ったけど、まさかそっちに打ってくるとは思わなんだ。来い。OK。これね、コンボルート確定ライン作れるからね。まあ、クリハピでいいかな。それか、あれかな、コンボルート確定ライン作らせるっていう作戦の可能性もありますよね。織姫を置くみたいなね。そういうこともね、なきにしもあらずですが。どうします？どうしますか？なきにしもあらくとか言ってたら、本当になきにしもあらくではなかった。よかった。あ、待って、また音ずれてる。今日ちょっと機材のトラブル多いな。カット。はい、カットしていきました。もうカットはしたくない。とりあえずここで、祝祐投げて。まあ、これアルーシャの上、ないし、ハピストの上とか置かれてもね、一応右辺ね、私が取れますからね。どうするか。まあ、X かな、ここ。
X 打ってくる可能性あるな。 C の5の場合4枚返しになるし、ダブルコンボにもなるし、それか X か B4 あたりがあるかな。それか、あ、あれか B1、 あ、そこだね。 OKOK。 いや、かまわんかまわん、そこかれるのはね、一個にかまわん。てか、あとはね、もう三上を引くだけなんですよ。引けないんですよ、そう簡単にはね。いや、まあ B4 来ると思ったんだけどな。 B4 置いたらね、私 C のごとを展開していくしかないからね、相手に下辺を取られてしまうからね。ここでまあルミナプルガシンはちょっと遅れましたけど、まあまあまあ、でもねこれね、あのまだリリアの回復が続いてるんですよ。いつ終わるのって話ですよね、これね。素晴らしい、これずっとね回復してくれるんですよ、リリアっていうのは。半永久的にね、Q ターンっていうのはもうほぼ半永久と言っても過言ではないぐらいのね長さですからね。さあどうする、ここ X 来そう、めっちゃ X 来そう。 X 来た場合、私も次のターン三上を引いていきたい。あ、B4 来たか。まあ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 、チークのコンボこの段階ではまだ使えないから警戒しておく必要はないですね。まあここでとりあえず私が打つのは C5 しかないですね。 C5 打って、ね、C5 に何打つ、まあいいや、この辺でいいや。 OKOK、 さあコンソメ味ダブル、ダブルコンソメ味でいきますよ。このウンディーネとキラ、リリアのね、ダブルコンソメ味のポテチ。コンソメ味は、ヤガミ家ではね、僕しか食べないんだ。だから、絶対に他の誰かがうっかり開けるということはない。そういう狙いがあるんですよ。さあ、どうする。相手、カタクナに X 打たない。ん？あれか、エンデガとビクトリアが手駒にあるみたいな、そういう状況なんですかね、ここで余りを捨てたということは。三上、いつ来るの？つか、訪れしてる、またカットだな、もう。ごめんなさい。さあもうカットはしたくないぞ、もうカットはしたくない、もうつか、あのカットしない、絶対カットしないぞ、もう絶対カットしないぞ。さあ鉄壁の守りを見せていく、かたくなに相手を HP ね半分以下まで削らないという作戦でございますね。あと、これ相手 X しか打つとこないんじゃないの。あ、それか X って言っても B の5の X の可能性もあるが、つか三上いつ来んの、いつ来んの、三上。あー、泥目やばい、泥目ダメ、泥目ダメ、ダメダメ、絶対泥目ダメ、泥目ダメ。あー、三上が来ないから泥目打たれてしまったじゃないか、なんということだ、どうしようかな。くっそーやばいなー、つってもなー。いやでも泥目取る方法あるな、まだ泥目だ、取る方法あるな、こっちだな。まぁ、ちょっとハーピストの枚数返しがね減ってしまうけど、しょうがないね。まぁ、こっちもマックス打ってるから、このドロメダのコンボはね、そこまで問題ないよね。で、アラジンのコンボはラザネイトがこうやって防いでくれますからね。私、ここにラザネイトを置いたのはね、そういう狙いがある。さあどうする。それか普通にアラジンのコンボ来たらね、それはそれで OK。うわぁ、強いなぁ、強いなぁ、それは強いなぁ。けどね、そこはね、三上3枚返し、マックスが狙えるんですよ。来い、三上。いつ来るんだ三上。いや、次来る。もうね、三上を信じて私自称しますからね。もう三上の火力をね、みんな見たいんだよ。さあ、回復。これがラストポテチ。ポテチの最後の一枚を噛み締めて、次三上来ることを願いましょう。私、キラ信者ですから、三上信者。三上信者は舐めるでない。大丈夫大丈夫。マックス張ってるからね。負ける要素ないですよ。ソーディアンもあるからね。うん。ここでね、飛ばされる要素なんてね、ないんですよ。オーケー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 。三上、三上、あ、みんな三上コール、三上コールだよ。今こそ三上コール。三上、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 三上。削除、はははははは。三上の登場です。どうしようかな。5枚返しでいくか、3枚返しでいくか。つーか、まあ、すぐ届くよね、さすがに。いや、届くのはもう間違いないんですよ。バフかけてるからね。どうしようかな。5枚返しでいくか、3枚返しでいくか。ハーピストがマックスを使うか。いや、5枚返しでいこうかな。いや、でも、3枚の方がいい気もするな。3枚でいこうか。はい。削除。これ、どっちが軽く出たんだかな。超気になる。まあ、でもこれはさすがに届くでしょ。これはね、飛ばされないわけはないんですよね。いい火力でございます。オッケー！ナイス、三上。ありがとうございました。よくやった、三上。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。今回は三上を使ったんですが、普通に強いですね。同じ特攻スキルの持ち主としてはクロードが挙げられるんですけど、クロードの場合だと、まあ、こういう構築に入れられないんですよね。というのも、まあ、神駒があってしまってはダメっていう能力ですからね。まあ、この三上は、マゴマがなければ、自分のマゴマがなければ発動するということなんで、まあ、こういうね、クロードの場合だと、やっぱ混合とかには使えないから、リューパ専門になってくるんですけど、この三上は、リューパだけでなく、こういうね、神探偽装のね、
デッキに。そう。神棚だと思わせて、1枚実は三上が入ってましたね。っていうね、構築にも使えるんで、おすすめのキャラとなっております。コンボスキルも相手がマゴマリーダーであれば2倍になるっていうことで、まあ、そこまで腐らないかなとも思うんで、ぜひ皆さん三上使ってみてください。では今回ね、この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。